今回は小島上福岡店で走らせていきたいと思います。はい、ということで久々の走行動画、 VZ マシンと FMVZ マシンを走らせに行きました。モーターに関してはどちらもアトミックチューン、ノーブレーキのセッティング、それぞれのマシンを見ていきますと、 VZ マシン、ギークスで一度走りを見た後でローラーセッティングを上段下段ともに 13mm にしました。ローラーが多少ダウンスラットになっているのはこの部分、はい、密かにベースにキャッチャーダンパーを貼ることでダウンスラットにしていたわけですが、コーナリング時にあまりアッパースラットにならないような調整をしています。フロントローラー、動画では逆に取り付けていましたが、すでにダウンスラットが入っているため通常の取り付けに変更。スラット調整に
FRP プレートと既存バンパーの間にダイワッシャーを挟んでスラスを少し上げましたが、結果的に FMVZ よりは多少単位が遅いので、この辺の構造を少し見直していこうかな。そしてこちらが FMVZ ですが、タイヤをコンパウンドで拭いてみたらめっちゃ根詰まりした。フロントローラー、こちらでは13-12mm ローラーを逆付け、リアローラー 19mm ローラーがタイヤと干渉しましたので上下 13mm ローラーに変更。フロントアンダーガードを加工して取り付けることでフェンスの乗り上げを防止しています。あとはちょっと取り付けを変えてみて、ブレーキバンパーをスタビボールを使って取り付け、取り付けを多少甘くすることでスロープに沿うような設計にしてみました。 FMVZ に関してはアンカーシステムを採用。このバンパー可動がおそらくコーナリングのジャンプ挙動を乱したかも分かりませんが、また次回走らせて様子を見ていくことにしましょう。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。